ジョン・ハンター、ジョン・ハンター、ジョン・ハンター、1737年8月29日から1821年3月13日は、18世紀から19世紀にかけてのイギリス海軍士官であり、植民地行政官である。最終的に海軍中将にまで昇進した。アーサー・フィリップの後を継いで、2代目のニューサウスウェールズ総督に就任し、 1795年から1800年まで総督を務めた。海軍軍人であると同時に学者であり、1788年には早くもを探検し、タスマニアが島であると考えた最初の人物でもあった。総督として、ジョン・マッカーサーの凄まじい地域利権をものともせに、軍を出して、職権乱用と戦おうともした。ハンター・バレー、そして、 シドニーのハンターストリートの各場所の名前はハンターを記念して付けられたものである。ジョン・ハンターはスコットランドのに海上貿易船の船長をしていたウィリアム・ハンターの息子として生まれた。母親のヘレンは旧姓をドラモンドと言い,い、数度にわたってエディンバラの御民教を務めたの名だった。子供の頃、ハンターはノーホークの林の町やエディンバラにやらされて、 おじと共に生活し、その当時の古典教育を受けた。その後エリンバラ大学に入ったが、すぐに退学して、1754年5月に、のトマス・ナックストン艦長のキャプテンズ・サーバントとして、海軍に入った。1755年には、の熟練船員として、上院名簿に登録され、後にとしてとで任務に就いた。ネプチューンに上官していた頃、1757年に、 ロシュフォール遠征に参戦し、その後に1758年のブレスト沖の航海と1759年のエイブラハム平原の戦いに加わり、当時、ネプチューンの一等海議であったジョン・ジャービスと面識ができた。ハンターは、その後、七年戦争が終わるまでの間を、士官候補生として、フィリップ・デュレル提督の何席かの帰還で過ごした。その帰還とは、ロイヤルアン。 そして百門官のである。このロイヤルジョージにはパリ条約締結の1763年まで上官し、ィスケイワンで任務に就いていた。1 7 6 2年2月、ハンターは会議試験に合格し、昇進して会議と認められた。しかし、1780年まで会議として任務に就くことはなかった。平和時にも海軍で現役の仕事を続け、 ニューファンドランド島までフリゲート艦で向かい、その後航海し、マスターズメイトとして、1767年にサミュエル・フットの艦隊が北アメリカに帰していた時、艦隊の一隻であったの艦上で任務に就いた。1768年、フットはハンターを公会長に任命した。1769年にトリニティハウス、東大協会の試験に合格した後、 ハンターは公会長の任命が事実であるかどうかを確認した。公会長としての初仕事は28門艦に上艦して西インド諸島での任務に向かうことだった。ハンターはそこで沿岸地域やハバナのスペインの複数の鳥の海図や平面図を作り海軍本部へ送った。1771年、ケリーズフォードはフロリダ湾を 案内人によって後悔している際にで座礁し、もう少しで壊れるところだったが、ハンターの尽力により、マストと大砲をいくつか失っただけで済んだ。1772年から1775年まで、ハンターはインドで後会長として、イントレピットに乗務した。その前は、ケントで後会長を務めた。この当時ケントの艦長は、ネプチューンに、 ハンターと共に上官していたジョン・ジャービスだった。ジャービスは次に配属されたにハンターを転属させた。この時やはりフードロイアントでパーサーとして任務についていたは、後にトップレベルの文官となり、海軍本部第一秘書官となった。ハンターは1776年にフードロイアントからイーグルに転属された。これはリチャード・ハウの要請によるもので、ハウはこの時、 イーグルを機関とした艦隊の最高指揮官として、北、アメリカに向かおうとしていた。アメリカ独立戦争が勃発し、ハンターはハウが、指揮官の間は、ハウの下で任務について、事実上の艦隊機関公会長として働いた。の防御はもちろん、チェサピーク湾の海戦と、デラウェア遠征にもハンターは、意欲的だった。ハウが召喚され、ジョン・モンタギューが指揮官になってからは、 ハンターはうとんじられた。会議に任命されるという願いは聞き届けられなかったが、代わりに、1779年に74門艦のベリックにとして配属されて、艦長の下で任務に就いた。1780年、艦長のユニオンにボランティアとして転属されることになったものの、海軍本部がこの転属の確認を拒み、ハンターはバーウィックにボランティアとして上官して、 西インド諸島へ向かった。ここでハンターは最高指揮官、ジョージ・ブリッジズ・ロドニーからの委託を受け、1781年にバーウィックでイギリスに戻り、その年の8月5日にドッカーバンクの海戦に参戦した1782年、ハウはハンターを機関ビクトリーの三等会議に任命し、後にジブラルタル包囲戦との時に一等会議に昇進した。この一連の交戦の後、 1782年11月12日に、ハンターは14門スループ艦で初めて指揮を取った。ファーストフリートの準備が整いつつある中で、ハウは海軍第一協に任じられ、ハンターを1786年12月15日にに昇進させるよう手はずを整え、の指揮官にした。この艦隊は、順庄アンサー・フィリップが全権を掌握しており、フィリップは、 新植民地であるニューサウスウェールズの総督の引き継ぎに向かった。ハンターはフィリップが死亡した場合、または帰国した場合は総督の地位を引き継ぐようにとの秘密命令を保持していた。ハンターは1788年初頭にパラマタ川の探検のための遠征を率いた。この遠征は探検とパラマタ川の推進測定が目的でパラマタ川沿いのアイアンコーブ、ファイブドック湾 に向かった。この体験は大きな意味を持った。それというのも、イギリス人とオーストラリア原住民が初めて出会ったのが、が所有していた、この地であったからだ。1788年2月5日のことだった。の公開日誌によれば、この原住民との接触はハンターが朝食をとっている、時のことで、それがこの郊外地の名前、として残されている。ディクソン調査図書館には、 この遠征隊の地図の写しがあり、シリウス号艦長ジョンハンターによる探検としての、ボタニー湾、ポート・ジャクソン、そしてブロークン湾の海岸と港の地図、チャート・オブ・ザ・コスッツ・ハーバース・オブ・ボトニー、ベイ、ポート、ジャクソン・ンブロークン、ベイ、アズ・サーベイ、DY ・キャプテ、N ・ジョン・ハンター・オブ・ HMS ・シリウスという見出しが付けられている。ハンターは1788年の10月、 希望峰に物資を輸送するようにとの命令を受けた。ホーン岬を回って希望峰へ向かい、1789年にニューサウスウェールズへ戻った。こうしてハンターは世界を一周したわけである。この航海は艦に漏れが生じたため、かなり困難なものとなり、しょっちゅうポンプで水を吸い上げなければならなかった。シリウスはその後修理され、多くの受刑者を乗せて、 ノーフォーク島へ派遣されたが、目的地に闘病した時に、猛烈な嵐にあって、珊瑚礁に突っ込み、座礁した。乗員の多くが、ブリーク船でポートジャクソンへ戻り、ハンターを含む、その他の者は、救出されるまで1年近くこの島で暮らした。ハンターと、乗員数名は貸し出されたワークザームハイトで、長く辛い航海の後、イギリスへ戻った。 1792年4月にやっとポーツマスに着き、ハンターはシリウスを失った角で軍法会議に、かけらたが無罪放免された。その後ハンターは、自分の関心事である、アーサー・フィリップ総督の公開法に依頼の、ニューサウスウェールズと南太平洋での発見、ポート・ジャクソン、そして、ノーフォーク島における歴史的な報告の記録、アンヒストリカル・ジャーナル・オブ・ザ・トランザクションス。 アットポートジャクソンノーフォークアイランド、ウィズザディスクバースザットハブビーンメイドインニューサウス、ウェールズザサザンオーシャンシンスザパブリケーションオブ、フィリップ・エス・ボヤージュの出版準備に入った。1793年の初頭に出版されたこの本は、その年の後半には短縮版が登場した。この本の初版には、オーストラリア本島とタスマニアの間に海峡が存在する可能性の 最も初期の言及が見出される。126ページでハンターはこう述べている。理由があるから信じる。この地には非常に深い湾、または海峡のいずれかがあり、それが多分ファンディーメンの島、タスマニアとニューホーランド、オーストラリアを分け隔てている。ハンターがイギリスに戻っていたその当時にフランス革命戦争が起きた。ハンターは再び、 ボランティアとして百門館のクイーン・シャーロットに乗った。これは彼の昔からの保護者であるハウの帰関だった。1794年6月1日、ハウは栄光の6月1日に参戦し、1795年までこの館を帰関とした。1793年7月にアーサー・フィリップがニューサウスウェールズ総督を辞任し、ハンターはその年の10月に総督に志願して、 1794年1月に総督に任命された。様々な遅れが生じて、1795年2月にハンターはやっと出航することができた。ハンターを乗せたは1795年9月7日にシドニーに着き、9月11日に総督に就任した。ハンターの苦難はシドニーに着く前から始まっていた。1793年総督任期の終わりに、 フィリップがオーストラリアを去って、その後2年間軍の支配下にあったのだ。総督代理のは囚人たちを無慈悲に自分のことでこき使い、ラム酒の取引が代々的に生じていた。この取引に関わった官僚たちは、それで大儲けをしていた。彼らは法廷を支配しており、土地、税関倉庫そして受刑者の労働の管理を主中にしていた。ハンターは、 これらの権力を文民行政に戻さなければならないと悟ったが、これは難しかった。そしてジョン・マッカーサーは商業利権を情け容赦なく守るためにハンターと敵対していた。ハンターは自分が実質孤立無援であることに気づいた。仮により権力のある人物が士官を逮捕して家に帰したとしても、仮にハンターがそうしたとしても、ハンターはおそらく ウィリアム・ブライの時代に起きたら無主の反乱のような反乱をすでにこの時に引き起こしたかもしれない。ハンターの家にまで何通りもの匿名の手紙が来て、当局はハンターを彼が阻止しようと努力している反乱に加担して角で告発した。ハンターは自分への告発に激しく抗弁したにもかかわらず、1799年11月5日に、ポートランド公爵は公文書を送って、 ハンターを召喚した。公尺は三人の五国教の一人だった。ハンターは1800年4月20日に公尺に公文書を受け取ったことを知らせ、同年9月28日に植民地政府をフィリップ・ギドリー・キングに引き渡してイギリスへった。母国に戻ったハンターは政府公館に自分が潔白であることを示そうと努力したが、何らその機会を与えられなかった。 ハンターは、自らの言い分を長い冊子にまとめざるを得なくなった。これは1802年に出版され、ハンター総督による、ニューサウスウェールズ常設軍の経費の大元への批評、この経費の削減と経費用に打ち勝つための心得、ガバナーハンター、エスリマークスオンザコゼスオブザ、コロニアルエクスペンスオブザエスタブリシメントオブニューサウス、ウェールズ、ヒンツフォーザリダクションをぶ察ち。 エクスペンスアンド d Holding the p リベ v リングアビ g スセスという見出しが付けられた。これは初期のオーストラリア史にとって価値のある文献となった。ハンターは勇敢で善良な官僚であったが、彼が置かれた環境は彼が完璧な総督であることを困難にさせた。彼の後継者のキングが語って、ようにハンターの指揮は非常に高潔な意図に導かれいた。そして、 支援や情報やアドバイスを求めていた人々に最も屈辱的な形で騙されていたと思われる。オーストラリア滞在中にハンターはたとえ大きな心の平穏を得ていたとしても、また刑務所で時を過ごしたとしても同じくらいの慰めを得ることができたハンターは探検やシドニー近郊の土地の開拓ではいい仕事をしたし、またマシューフリンダースやジョージバスの探検も奨励した。 ハンターはオーストラリアを去ってからも、この植民地への興味を持ち続け、冊子中にほのめかされた改革には大きな価値があった。1798年にヨーロッパ人によって初めてカモノハシが発見され、その毛皮とスケッチを本国に送ったのもハンターだった。1804年、ハンターは74文館ベネラブルを任され、 ブレスト沖のウィリアム・コーンウォリステ督トクの艦隊で任務に着いた。11月24日、ハンターが東米の外に艦を出した時、急に暑い霧が立ち込めた。艦隊はそれぞれの艦の位置も今自分たちがいるところもわからず、艦隊内は混乱した。ハンターは二度、他の艦との衝突を際どく避けたが、午後八時にペーントンの近くに崖の上に座礁し、 そのごまもなく、船底に穴が開いた。その時この地域を強風が吹き荒れ、ベネラブルは、たちまち粉々になり、乗員はあまり損害を出さずに引き上げた。ハンターはまたも、軍法会議に出廷し、そしてまたも、無罪放免された。1807年10月2日、ハンターは少々に昇進し、そして1810年7月31日には、中将に昇進したが、 ファンに自分の旗を挙げることはなかった。ハンターは晩年は、ロンドンのハックニークのニューロード、ジャドストリートで過ごし、1821年3月13日に、そこで死去した。彼の墓は、セントジョンアトハックニー協会の墓地にある。シドニー北部のハンター川、ハンターバレーは彼にちなんで名付けられた。シドニー郊外のハンターヒル、ニューキャッスルのジョン・ハンター病院。 一部のみも同様である。1986年オーストラリア郵便公社はハンターの栄誉を称え彼の肖像画をあしらった切手を発行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。